へい、そこのポニー。ナンパっぽく言ってみた。んで？ちゃんと矢印出とるね。やってやった。東の谷って言ったっけ？東の谷ってどこっすか？まあ、とりあえず矢印の通り行けばいいんだろうけど。夜もポニー乗れるよね。とりあえず。へい、そこのポニー。ナンパっぽく言ってみた。てか、東ってこの辺じゃない？ん？なんか下の方に行かんといかんのか。おーし。飛べい！おー、かっこいいね。その横姿すんげえかっこいい。あ、もう本当に結構初期の方？あ、あそこや。あ、なんかポニー集まっとるやん。飛べい！誰あれ？え？何あれ？あそこ見てみろよ。ポニーが集まってるぜ。みんな新入り？よく見ると妖怪もいる。おや、あの妖怪は。あれは妖怪大化けっと。あるものをいきなり急成長させる。つまり大化けさせる妖怪だに。あなた、私を差し置いて妖怪の説明しないでもらえます？いや、ウィスパーいつも検索しよるけんね。ん？お前らも訓練に参加しに来たんだな。え、訓練とかだるそうにゃん。ミーは強くなりたいだに。よろしく頼むだに。にゃんですと？ポニーじゃなくてもいいんやね。よし、わかった。俺がお前ら全員大化けさせてやるぜ。え、戦闘ですか？イベントじゃないんすか？まあいいや、とりあえず頑張るよ。よし。いいね、やった、ありがとう。そこ当たらんくね。ちょっともうちょっと移動していただかないと困るんですけど。動けよ。意味のないマッハ飛竜脚が出たじゃないか。あ、でも一応当たったやん。え？一応当たったやん。みんなガンガン行っちゃってー。あ、やべえ、動いて動いて、みんな動いて。はい。避けて避けて。デンプシーロールパン。ロールパンなんや、あいつ。あ、バケット。バゲットね。あ、なるほど。はい、全部外れ。いいね。妖怪ブラスター、メダルセット。そして、凍結。はい、来い、はい、来い、はい、来い。あー、普通か。あ、いいね、花火みたい。花火みたい。ちょっと当たりやすいんじゃない？しかも。お、フィニッシュ。やったね。ブラスターでやっつけちゃったよ。勝利。ブラスターでやっつけるとなんかだいぶ気分がいいね。君がこのポニーたちを鍛えて強くしてたんだね。ああ、そうだ。病弱だった俺が強くなれたのはコーチのおかげさ。感謝してるぜ。今や俺たちみんな体力が有り余ってるんだぜ。だから突然無性に暴れ出したくなっちまうんだよな。よく暴れすぎて壁にぶち当たるけど、体が丈夫だから痛くも痒くもねえぜ。よかったにゃんね。私もさっき暴れられたよ。とにかくみんな訓練してもらって喜んでるみたいだによ。そっか。それじゃ、このミステリーも一件落着ってわけだな。ひ弱なポニーが暴れポニーになったのは、大バケットが鍛えていたから、だね。というわけで、あれ？三つとも解決すればすべての謎が一つにまとまるんじゃないのか。結局、誰とアユナを見間違えとったんかとか、いろいろとわからんことが多いんすけど。それにしても、なんでこんなことしてるの？いや、俺は兄貴に頼まれてポニーを鍛えてただけだぜ。あれ、やっぱり、一つにまとまるのか。兄貴？兄貴ってのは、来た来た。おい、喋りすぎだ、バケット。兄貴、お疲れ様です。ほら、帰るぜ。いや、教えていけよ。ミステリー。
ノランポニーのノラポニー、バッチリ解決。いや、きっと今から兄貴について何かを。お、ストーリーのロックが外れた。もう逃げられないダニよ。全部ユウがやってるダニね。彼は、妖怪 D-REX デビス。T-REX じゃないんや。ミルクをフルーツ味にしたり、顔面ロックの表情を変えたり、前中にポニーを鍛えたり、一体何のためにやってるにゃん？お前らには関係ない。気になるんだよ。お？ D-REX が歌いよん。まあ、なんとなくアンジーに関係あるんやろうなとは思いよったけど。そのメロディー、どっかで。おい。アンジーだ。アンジーが口ずさんだメロディーだよ。お。アンジー。アンジーが、このメロディーを。やっぱり君、アンジーを知ってるんだね。そうだな。ああ。アンジーはもう俺を忘れてるだろうけどな。忘れてる？アンジーも君を知ってたってこと？でも、アンジーには妖怪は見えてないようだったけど、子供には見えるとかそういうこと？アンジーは大きくなって妖怪が見えなくなったんだ。なるほど。そういうことでしたか。小さい時だけ妖怪が見えちゃう子、意外に多いんでぃす。見えなくなると同時に、その頃の記憶をなくしてしまうこともあるようです。え、そうなんや。そうなんだ。じゃあ、ケイタとアイナもいつか。ねえ、D-REX。今からアンジーに会いに行こうよ。やめておくぜ。あったってアンジーはもう俺を覚えちゃいないんだ。てか見えないんだから。本当にそうかな。ねえ D-REX、そのメロディー最後まで教えてくれない？そうだな。別にいいけどよ。あんな綺麗な歌声が D-REX から。なんかあったけえメロディーだな。よし。うん。よし。ちゃんと最後まで覚えたぞ。だに？アンジーのところに行くだにね。どういうこと？いいからいいから。行きますよ、ケイタさん。聞かせたら思い出すかもっていうことかな。アンジー。また一人で泣いてないよな。優しいな。アンジーのところ遠くね。ちょ待って、とりあえずそこの岩を壊さして。よし。きっと何かがあるはず。お、宝箱があるやん。よーし。強力の腕輪を手に入れた。あ、じゃあちょっと訓練されてる君らポニー、私に乗られて。おお。ちょっと電王のさ、僕に釣られてみる的な。私に乗られてみる？嫌やろうけど。我慢してね。ああ、我慢してってば。めっちゃ暴れるやん。おお。あ、でもどうせなら今はちょっと暴れたままここを一発で越えてくれてもよかったけど。よし。はい、到着。で、雑貨屋さん。夜は開いてない。開いてないよ。私の考えが正しければ、アンジーはきっと。お前かよ。ってことはこれマック？アイヌのやつ、何か考えがあるようだな。あれだね。D-REX に育てられたとかそういう感じやね。違うか。じゃあちょっと一旦、寝ますか。はい、来た。おーい、それじゃあ、雑貨へゴーゴー。アイナはもう何かしら気づいとるみたいやけど、お。ドクターラッパーを手に入れた。ん？何や？おー、びっくりした。ピヨピヨピヨ。ひよこだ。かわいい。ピヨピヨピヨピー。でもなんだか様子がおかしいですね。すごい必死というか。そういえば、親鳥とか他のひよこはいないのかな？もしかしたら家族とはぐれてしまったのかもしれませんね。他のひよこを探して親鳥のところへ連れて行ってあげるでウィス。どんだけだよ。
ちょっと今回はごめんね。また今度。ピヨ。そんな悲しそうな目で見ないでよ。私このおばさんが気になったんだけど。邪魔なのよね、この樽。ねえ、あなたお一ついかが？そりゃいらないわよね。え、別にくれるもんなら何でももらえますけども、私。よし。到着。アンジー、あのメロディーに続きはこれだよね。いきなり。と思い出したアンジー。なんで知ってるのってなりそうやけど。そう、それだよ。でもどうして？一体誰から教えて。ん？そうだ。どうして忘れてたんだろう。これは D ちゃんと作ったメロディー。私と D ちゃんは親友だった。D ちゃん。D-Rex のことでビスね。私、小さい頃は引っ込み思案で、ポニーがたった一人の友達だった。でもあの日、友達のポニーが死んじゃって、一人泣いているところに D ちゃんが現れた。彼は私を元気づけようと、顔面ロックを変な顔にして、いっぱい笑わせてくれたっけ。D ちゃんのおかげで私はすっかり元気になったけど、私、いつの間にか彼のことを忘れてしまったんだわ。ポニーが死んで悲しんどったけん、ちょっとやそっとでしないような、ちょっと屈強なポニーを作り上げよるわけやね。ミルクにポニーに顔面ロック。なるほど、そういうことですか。この村のミステリーの真相はすべてわかりました。どういうこと？わかったって。アイラさんどういうこと？てかむしろ二人わからんのかい。今はそんなことより。アンジー、D ちゃんに会いたいよね。会いたい。それじゃあ会いに行こうぜ、アンジーの親友に。見えるの？峡谷にいる D-Rex に会いに行こう。だって今さ、こうやって、ウィスパーたちの姿も見えてないわけやろ？あ、もうすぐそこにおるんや。ここまで来たんかい。何これ？あれ？このヘリ壊れてるのかな？おい、ヘリ乗らねえか？何？ウィスパーなんか言った？急にタメ口かい。いやいや、私何にも言ってませんよ。ケイタ君の空耳では。おい、ヘリ乗らねえか？やっぱり何か聞こえる。うっぷってどうした？確かに聞こえましたね。きっと近くに妖怪がいるのでウィス。あたりをサーチしてみましょう。サーチ。ってことはきっと、あれ？こっち？どこだ？このそよそよなりのは違うんか。あ、ここ。誰君？妖怪を見つけた。何？誰？なんかいた。ウィスパー、この妖怪何？ちょっと待ってください。きっとこれはそう、これはヨッチャーだ。自己紹介した。そうでした。知ってましたよ。知ってましたとも。ヨッチャーは乗り物を酔いをさせる妖怪だそうでウィス。自分も酔ってんのかよ。あんまり関わりたくないな。そんなこと言うなよ。ヘリが壊れちまった。ヘリが困れちまってた。困ってるんだ。助けてくれよ。乗り物酔うでしょう。そんな水曜どうでしょうみたいなこと言われても。自慢のヘリを壊してしまい真っ青になっているよっちゃ。外れた歯車を拾い集めてヘリの修理に協力してあげよう。なるほど。いいよ、別に。一体何があったの？ヘリに乗ったら酔っちゃって、ふらふらしてたら岩にぶつけちまったんだ。あらら、大変でしたね。そうなんだよ。しかも岩にぶつかったショックで、ヘリの大事な歯車が外れてプロペラが落ちちゃったのさ。あ、私、この先鳥に飛んで何かするのがあるんかって思いよったけど、ヘリをもらえるってこと？悪いんだが、落ちた歯車を集めて持ってきてくれねえか？わかったよ。
落ちたヘリの大事な歯車は全部で3つだ。マジで頼んだぜ。広い荒野で歯車を探すのは大変ですが、頑張りましょう。乗り物用でしょう発生。クエストメニュー確認しよう。じゃあまあナビをしようかね。まあまあ見つけてしまったから。ん?ということは、あの印のところにあるってことかな。ちょ、ポニー。ポニー。背中に乗らせておくれ。よし。ゴーゴー。歯車の場所とかわかるんかな。あ、多分 D-REX やわ、これ。場所的に。はいやー。D-REX。アンジーが会いたいって。木を許さないで。許さないで。揺らさないで。わかる?見える?あ、妖怪ウォッチで見えるってこと?おー。あ、それ使ったら普通の人にも見えるん。あ、ディーちゃん。アンジー。見えた。この村で起きた3つのミステリー。それは、アンジーの笑顔を守るために、あなたがしていたことだったのね。ディーレックス。どういうことだ?ほほん。それではミステリーの真相をお話ししましょう。ディレックス、あなたはミルクが苦手な彼女のためにミルクをフルーツ味に変えて、ポニーの死を悲しんでいた彼女が二度と悲しまないようにポニーを鍛え、落ち込んでいる女の子を見つけては岩の表情を変えて元気づけようとした。そうですね。めっちゃ優しいやん。その通りだ。私が君を忘れてしまっている間も、ずっと見守ってくれてたんだね。ありがとう、ディーちゃん。照れとる。ねえ、ディーちゃん。あのメロディー、覚えてる?あ、もちろんだ。それじゃあ、一緒に。ああ、いいね、いいね。友情だね。もうみんなで歌いよる。ウィス!やっぱりいいメロディーで、いいメロディーでウィス。一件落着だな。じゃあ、みんなで村に戻ろうぜ。帰ろう。みんなで。ん?ディレックスも?はい、ということで。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。